こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日韓関係は同じと国家で宣言している韓国ですが、親日市民団体が文政権に日本政府に謝罪要求の集会を開いたところ、法外な額の罰金による制裁を受けました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。放送会が明らかにしたところによると、ソウル中央地検刑事10部キム・ドワン部長は主代表に対して罰金100万ウォンの略式命令を下すよう裁判所に請求した。この事件はソウル中央地裁刑事25単独のチャン・ウォン・ジョン判事が割り当てられた。略式起訴とは、検事が被疑者について懲役刑・禁錮刑より罰金刑が妥当と考える場合、正式な裁判の手続きをせずに起訴と同時に罰金刑に処することを求める略式命令を請求するものだ。主代表は昨年8月1日ソウル市水路区にある旧日本大使館の向かい側で届け出をせずに集会を開いた疑い、州示せ法、集会並びにデモに関する法律違反が持たれている。これに先立つ市民団体赤平青山国民参与連帯は、主代表と団体関係者らが旧日本軍慰安婦被害者を象徴する平和の少女像の前で記者会見にかこつけた無届けの不法集会を開いたとして、主代表らを州示せ法違反の容疑で警察に告発した。告発人側は、当時集会参加者らがムンジェイン政権は日本政府に謝罪せよとの懸垂幕を掲げ、約30分にわたり日本ファイティング、ムンジェインはゲヤせよなどのスローガンを叫ぶなど不法集会を行ったと主張した。主代表は、この集会で安倍首相様、韓国の指導者が無力で無知で韓日関係の全てを破壊したことに対し、国民の一人として心から謝罪しますと述べ、物議を醸した。警察は、主代表と参加者らの行為について、記者会見ではなく、事前の届け出がない集会に該当すると判断し、1月に、起訴相当との意見を付して、事件を検察に送致した。主代表は、集会ではなく、単純な記者会見だったとして、裁判所が略式命令を宣告するなら、異議を申し立てる予定と述べた。それでは、ネットの反応です。国を売り飛ばしたの同等の行為だし、その他にも重罪が多いのに100万ウォン。そんなに軽い処罰で済ませてしまうから、このような非常識な人間が根絶されないんじゃないか。なんで100万ウォンなの？億ぐらいの罰金じゃないのか？それか国民一人当たりに対して100万ウォンの精神的被害を賠償すべき。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。